メゾン・ド・ポリスは、加藤実習が表しているシリーズ小説及び作中に登場する架空のシェアハウスの名称。退職した警察関係者の身が住むシェアハウス、メゾン・ド・ポリスを訪れる新人女性刑事が、そこに暮らすクセモ者のおじ様たちに振り回されつつも、事件を解決していく物語である。第一作。 メゾンドポリス退職刑事のシェアハウスは2018年1月25日に角川文庫より発売されて以降2018年10月現在で5度重版されている2019年1月11日から3月15日まで TBS テレビ系でテレビドラマ化された柳町北署の新人刑事である牧野日よりは念願か叶って刑事課に配属されて2年目でやる気に 満ちていたそんなある日、動画配信サイトに人が焼かれる映像が投稿されるという事件が発生する。5年前の殺人事件とやり方が似ており、模倣犯と睨んだ、捜査本部は捜査を開始する。そんな中、日和は5年前の殺人事件を担当していた、元刑事である、夏目総一郎がいるという高級住宅街にある、古びた洋館を訪れる。 この洋館には、館のオーナーであり、元警察庁のキャリアの伊てありし、現場主義の元所轄刑事である佐古田多、サ田タ・タモ元科学捜査のプロである、東堂正人、管理人として、家事全般を請け負う元刑務家事務員である、高平敦彦、そして、高平の元で雑用係を担う夏目の5名が、暮らしている。ここは退職した、警察関係者のみが暮らすシェアハウスだったのである。 夏目に5年前の殺人事件のことを聞きに来た日和ではあったが、当の夏目は堅くなに口を開くことを拒み、元科学捜査のプロである東堂や現場主義の元刑事である佐古田のペースで話が進んでいく。すでに一線を退りて、久しい、いわば一般の方々が物騒な事件に首を突っ込むことに日和は大いに慌てるが、盾の上には、 一声かけておきましょうという謎の言葉と共に話はトントン表紙に進んでいってしまう。こうして、新人刑事、日和りと退職した元警察関係者たちとのなんとも不思議な捜査会議が始まる。退職したとはいえ、捜査の腕は超一流のおじさまたちに導かれ、日和りは事件を追っていくことになる。二千十九年一月十一日から三月十五日まで、TBS テレビ系、 金曜、ドラマで放送された。主演は、高畑充月。キャッチコピーは、私の相棒は、技あり、癖あり、持病あり。主要人物その他ゲストありがとうございます。